ジワラジオ。ジオ。こんにちは、岩田書店の岩玉です。この岩ラジオは北海道で1万円選書をやっている岩田書店、その中の人である岩玉がただ喋るラジオ番組となっております。短いコンテンツですので、お休み前にでもどうぞごゆっくりお楽しみください。本日朝背中を痛めました。どうも岩玉です。よくやるんですよね、ぎっくり腰みたいな背中バージョンっていうんですかね、肩甲骨とかをなんかふっとした瞬間にやっちゃうんですよ。やるって呼んでるんですけど、これも背中を言わすでもいいですよね、うん、なんかねやっちゃって朝からシップ生活、もうね運動不足以外の何者でもないのは分かってるんですよ。分かってんですけどね。そういえばモーニングの47号今週号なんですけど、編集後期に上砂川で先日やった山岸涼子先生の講演会の時に来てた編集部の方々のコメントが載ってて、お、載ってるなって思ったという話。あとは私の小学校から敬愛する上山土地先生ね、クッキングパパと出端雄大さんが表紙っていうか企画関東でなんかコラボしてて、でね、源さんと雫の荒井和家のコスプレみたいなねなんかそういう書き下ろしイラストとか載ってて、で源さんと雫っていうより出端雄大先生が上山凸先生のレシピをアウトドアで再現するっていう企画で、憧れのビールの缶で炊くご飯みたいなやってたんですよね。あれ上山凸先生が確か荒井和美のお母さんが旅行にだから釣りかなんかで出た先でちょっとアクシデントがあって、でビールの缶でご飯を炊いて中につまみとかも入れて一緒に炊き込むっていうね、そういう面白い料理だったんですけど、それよりもっと前に缶で炊飯するっていうのを荒井和さんがやってた気がするんですけど、ちょっと思い出せなくてね、クッキングパパでその直火缶ビールご飯っていうね憧れのメニューをやってましたね。いや出端雄大先生は漫画家としてもすごいですけど、キャンパーとしても相当すごいなっていうのをね、すごいメニューやっててびっくりしましたね。これを外でやったのみたいな、うん、詳しくはモーニング47号どうぞチェックしてみてください。あとはね、本を読む時のコーヒー、岩田書店とメデルさんのコラボ商品なんですけど、これをね結構たくさん注文なさった方がいて、それを発送する作業を今日やってたんですけど、私はその発送を包むまでの下ごしらえをちょっとね、伝票出したりいろいろね中チェックしたりするのを午前中にやってるんですけど、そしたらねその人の荷物を作ってコーヒーを上に乗せて、で出来たてのコーヒーですよ、もう今日作りましたっていうのをメデルさん持ってきてくれて、めっちゃくちゃコーヒーの香りいい香りしてね、仕事中もずっとカフェみたいな気分で仕事させていただきました。ありがとうございます、ね、続々と売れてますのでね、ぜひ一度お試しくださいませ。そんな感じで今日はモーニングとコーヒーの話、あと背中痛いでした。次回はまだ背中痛いままだと思いますけど、また次回お会いしましょう。おやすみなさい。バイバーイ。